蝶家バリカは中国の代表的な仙人である八仙の一人、継承を込めて蝶家老と呼ばれる。当の幻想時期に宮廷に招かれ、様々な法術を見せた。天宝年間に屍ほぐしたと言われる。聖死にも名を連ね、多くの伝承を残している。久し州の城山にこもり、近隣には数百歳と自称していた。白いロバに乗り、一日に数千里を移動した。 休む時にロバを紙のように折りたたんで箱にしまい、乗る時には水を吹きかけてロバに変えたという。側転不幸に招かれて、山を降りた時に死に、死体は腐敗してしまった。しかし後日、生き返っているところを発見された。開元22年、元僧は通じと練り、背後を使わして、長家を迎えようとしたが、また死んでしまった。背後が、死体に向かって、 幻想の意を伝えると、死んでいた、長家は息を吹き返した。幻想は改めて中止を止めり、情を送り、長家は朝廷に出資することになった。長家は幻想に置いていることを問われ、白髪を抜き、歯を叩き割った。すぐに黒髪、白い歯が生えてきたという。また、幻想が妹の玉は公主を自分に嫁がせようとしているのを予言したこと。 酒だるを同時に変えたことなど様々な法術を行った。食事は酒と岩薬だけしか取らず、法術について問われるといつもでたらめな回答をしたと言われる。視野光や軽和博という法術を行う者たちにも正体を見定めることはできなかった。幻想は高力士に相談し、本当の仙人か見定めるため、長華に読書を飲ませた。長華は、 うまい酒ではないと言い、毒で焦げた歯を叩き落とし、公約を歯茎に貼って眠った。目を覚ました時には、歯は生え揃っていたという。そのため、幻想は、真の仙人と認め、銀青を降録大部と、通玄先生の号を与えた。幻想は、同志の覇宝禅に、長過の正体を問うた。覇宝禅は、正体を話すと、言った瞬間に殺されるので、その後で、 長家に命乞いを行って欲しいと約束を取り付けた上で長家の正体が混沌が生まれた時に現れた白川堀りのせいであると話した言い終わると覇法禅は体中の穴から血を流して死んだ玄宗は長家に冠を脱ぎ裸足になって命乞いをした長家が覇法禅の顔に水を吹きかけるとすぐに蘇生したという長家は 久し州に帰ることを願ったため、御事とのりにより許された。天保元年、元奏は再び召し出したが、長過は休止してしまった。葬儀の後、棺桶を開くと死体は消えており、屍海戦になったと噂された。元奏はこれを機に神仙を信じるようになったと言われる。著作に、改元22年に献上した、単社分け及び、陰府教父都市無伝、陰府京弁にのちろん、 きわけ、新選特動霊薬協、妄想生命図が伝えられる。追悼演技に登場し、八千の一人として、ドンズーキにも登場している。また、同時代の同志、ラコーエンとの術比べでは、及ばなかったという説話も伝わっている。ありがとうございます。